お、おい、枝が。バイバイバイ、めっちゃ光ってる。あ、なになに。あ、みんなに見えたんや。ちょっと何を今の。私にも見えたわよ。シルビア可愛い。天空に佇む祭壇、あと6つのオーブも見えたわね。天空に佇む祭壇なんや。お姉さま、もしあの祭壇に6つのオーブを捧げれば命の大樹への道が開かれるということでは。すげえ、大樹への生き方が分かっちまった。これが虹色の枝の力か。ここまで探し求めてきた甲斐があったぜ。あ、はいはい、その。今見たオーブってこいつのことだよな。ああ、なるほどね。デルカダール城から盗んできたこいつにそんな意味があったとはな。持ってた持ってた。俺には俺の使い道があったんだが、そういう話ならこれはお前にやるよ。大事に使ってくれよな。あ、せや、でもなんか妹の病気的ななんかイメージのなんかことがあったような気がする。あ、持ってんにゃ。ロー様、売らなくて正解でしたね。仮面舞踏会でもらったそのオーブ。うん、危うく真の価値もわからずロギンに変えるとこじゃったわい。さあ受け取るがいい。やったー、もう2個集まった。祭壇のあった場所は命の大樹の真下、おそらく始祖の森と呼ばれる秘境じゃろう。道は決まったな。残り4つのオーブを集め始祖の森にある祭壇に捧げるのじゃ。なるほど。残り4つのオーブでも一体どこから探せば。オーブといえば、子供の頃海底に沈んだオーブがあるって聞いたけど、そんなの雲をつかむような話だしね。とにかく今は手がかりがない。世界中くまなく回って情報を集めるほかなさそうだな。うん、世界中をくまなく回るにはまずソルティコの町にある水門を抜け外界へと出るのがいいじゃろう。ソルティコはダーハルーネの町から船で北西へ進めばたどり着けるはずじゃ。幸いソルティコの町にはジエーゴという知り合いの領主がおる。わしが頼めば心よく水門を開けてくれるじゃろうって。あ、ソリティアの、ソルティアの人なんかな。よし、それではオーブ探しの旅に出るぞ。ウルノーガを倒すため6つのオーブを手に入れ命の大樹への道を開くのじゃ。おお、一気になんかストーリーがね進みましたね。よし、そしたらダーハルーネの町に行くんで、ダーハルーネ、ダーハルーネ、でダーハルーネ行きましょうか。ダーハルーネってどこやったっけ。あの港町のとこやったっけ。ダーハルーネの町の北西にあるソルティアナ海岸に船で向かいソルティコの町を目指そう。船で向かうよね。
こっちか。はい。水門、これかな？あ、これのことか。その、あ、なんか洞窟ある。降りれるん、ここ。あ、ここは海岸ならね。オッケー。おお、なんかいる。一応戦っとこうか。やるぞ。見たことないのいっぱいいる。せや。お見事です。余裕やね。おととい来やがれ。なんかすごい光ってる、あそこ。おお、なんかいる、なんかいる。よいしょ。えい。せや。やっ。せや。オッケー。なんだこりゃ。これ敵やんね。でかない？ああ、シーゴーレム。せや。すごい小刻みに震えてる。いせ。それ。やっ。うん、余裕やね。オッケー、オッケー。よし。なんかちょっといっぱい行けるとこあるな。ソルティコの町。はあ、はあ、あ、上に行ったらナプガーナ密林に繋がってんや。へえ。なんやね、これキラキラの。わ、めっちゃ探索いっぱいしたいな。なんかいる。あれ全然無理やった。海さん。ガスト。やるぞ。やっ。はっ。これは何？そら。もうちょっと倒すのめんどくさい敵ですね。こんなものかしら。大丈夫ね。なんかいっぱいいるな。とてつもない量いるな。どうしようかな。とりあえずでもこの辺探索してから行きましょうか。うん。せや。うん。弱い。大王キッズ、大王イカのことかな。一緒に乗ってんねんけど。めっちゃ可愛くない？だいぶまた開いてるけど。可愛い。あ、お馬さんごめん。なんか馬ほったらかしてなんか。スライムナイトも一緒に乗ってはるやん。わ、なんかめっちゃでっかい敵いる。やっぱ強いんかな、この辺。なんか上に乗ってへんのよね。こうやって横にいるんや。そういうもんなん？まあいいんですよ。ちょっととりあえず、この辺のこの、でっかい魔物も気になるけど、とりあえずちょっとまず、ソルティコ行っちゃいます。すごいな。あ、でもなんか今のに乗る意味あったんかもしれへん。今のスライムに乗ってなんかね、いつも虫に乗ってなんか川の中の小島に行ったりとか。あ、始まる。
おお、いいですね。あ、カジノあるやん。あー、いいですね。こういうのありますよね。海辺のこの白い壁と青色の街みたいな。あー、私ちょっと花摘みしてくるわ。あっちに綺麗な花畑があったのよ。街の外で待ってるから、終わったら呼んでね。なんなんやろ、やっぱここの王子とかかな。一体どうしたのかしら、シルビアさんたら急に。ディエゴ殿はこの町で一番大きな屋敷にいるぞ。ではこのディエゴの息子かな、それか。そうそう、娘か。わしがイグノアの前王であることはディエゴ殿には伏せてあるんじゃ。バレると何かと面倒じゃからの。なるほど。ここでは旅人の老としておる。そんなわけでそのように話を合わせてくれ。バチン。OK。 いいな、こういうとこ行きたいな。こういうとこ行きたい行きたい。いいないいな、こういうとこ行きたいな。よし。とりあえず街探索行きましょうか。正々堂々立ち向かう。オッケー。へえ。あ、ジエーゴっていうのはその騎士道剣技を、それで門下生が言い張るんですね。誰や、邪魔すんで。サマディ王から買い取った輝く枝をグラッタの町で高く。はいはい、この人が商人やったよね。なるほど。店ソルチャウンガ、もういっぱいいろいろ言われすぎてどこにあるかもう忘れちゃった。やっぱゼルカダールの兵なんや。目の前にいますよ。悪魔の子ここにいますよ。ポーカー、配られた5枚のカードを入れ替えてエコを揃えましょう。 OK。私わかんないんですけど、残すのと変えるのを決めて、ケーキに決めて、オッケー。とりあえずちょっとテスト。え、めっちゃすごくない？もうすでにフルハウスやねんけど。買えないよ。4カードだから4カードを狙うかどうかでしょ。こんなん狙わない狙わない。フルハウス、イエーイ。100枚になります？しません。私こういうのね、あんまりこうなんかこうなんて言うんでしょう、無理しない、無茶しないというか、こうあんまり多くのをね狙わないタイプなんですよね。多分見てたら面白くないやろうけど。じゃあもう一回10で。ああ、2ペア3カードか。まあでもこれ変えたいか、これだけ残しといたいってことだよね。オッケー。はい。
10。やったー、ダブルアップ。20枚になったぞ。いいえ、確実に稼いでいきたい、ちょっとずつでも。あ、全然あかんやん。フルハウスとかはわかるんですけど、この5ロイヤルストレートフラッシュって全部揃うことでしたっけ。あ、でロイヤルストレートフル、ん、ロイヤルストレートフラッシュって連番でしたっけ。キング、ジャックキングみたいな、全然わからん。でもなんか、全然わからへん、どうしたらいいかな。やむぴ。ふう、ちょっとじゃあカジノで遊んだんで本編ちょっと進めていきますね。ちょっと夜になっちゃったんですけど、空いてるね、失礼。よし、じゃあちょっとこの辺も探索しつつ、何かないかしら。美しそう。あ、すごいすごい、戦う場所がある。デルカダールの兵士だった、グレーグ様のもとで戦いに参加したのだ。なるほどね。でもやっぱカジノとかああいうのポーカーとかしてて思うけど、私はあのギャンブル系はね、私あんまりしない、まあんまりっていうか、あのしたことがないレベルでしないんですけど、やっぱり自分に合わへんなって思いますね。なんかこう一攫千金狙おうと思うけど、でもパッとこう現実に戻るとなんかスッと引いてしまいますよね。だからやっぱゲームでね、やっぱあのレアアイテムちょっと欲しいけど、かといってなんかあんまり突っ込もうとは思えないですよね。まあお金あんま持ってないっていうのもあるからかな、その今全然お金持ってないんで、私このお財布預けてるし、いくらか。お、羊や。これはこれは、ロー様、お久しゅうございますな。今日はお連れの方もお見えで。イエス。セザール殿もお元気そうで何よりじゃ。ところでジエゴ殿に用があるんじゃが、おるかの。あいにくですが、ご主人様はデルカダール城に剣術の講義に出向いておりまして、しばらくご不在です。それは残念じゃの。各地の歴史や文化について久しぶりにまた語り合いたかったんじゃがな。ロー様の見識の広さにご主人様は感銘を受けておられました。ロー様と会える日を楽しみにしておられましたよ。では話はまた次の機会にするとして、ジエゴ殿がいないのであれば代わりにセザール殿に頼むとしや。実はさらなる見聞を広めるために外界に出ようと思っておってな、水門を開けてほしいんじゃが、頼めるかの。もちろんでございます。他ならぬロー様の頼みを断っては私がご主人様に怒られてしまいますよ。それでは私が水門を開けておきますので、皆様は船に乗って水門の前で待っていてくださいまし。かたじけないのセザール殿、
ジエゴ殿にもよろしく伝えてくだされ。こんなすんなりいく？はい、誰や、お強いんや。はい、すみません、何もないわ。よし、じゃあちょっとその間にこの、じゃあ周辺の探索して行きましょうか。 OK で、クエストもありますからね。シルビアちゃんはどこ行っちゃったんやろ。よし、経験値上げてレベル上げよう。そしたら運河の方に行きましょうか。じゃあね、スイスイ開けて、おお見ろ、セザール殿じゃ。みんなで礼を言うとしよう。あ、シルビアが絶対あれするやつや。はぁってなるよ絶対。ほら。見るからに隠れてる。かわいい。おや、あの方は。あの方はっていう感じはなんかちょっと他人行儀やったから、もしかしたら息子とかじゃないかな。そしてまだ真相はね明らかにならない。あ、外界に、あ、なるほど、これ全部ここしかないんや。出るとこ全部、あとは陸でつながってたんや。そう思うとこれ全部、あの真ん中のとことかの島、ちっちゃい島以外は全部つながってるんですね。面白い。あ、ちゃうちゃう、こ、あ、まあ、いけるいけるいける。オッケーオッケー。そしたらこれでいきましょう。ウィー。上がり、やったー、ウィーン、ウィンウィンウィーン、うん、あ、これかな、光の柱って言ってたの、これのこと。よし、出たぞー。やばいやばい、あ、なんか歌声がどうのこうのとか言って、なんなのこの霧、何にも見えやしない。シルビア、どうした。わからないわ、急に霧が出てきたの。君が悪い、全速力で抜けるわよ。歌声がどうのこうのとか言ってますね。おお、光じゃ、霧が晴れるぞ。ここは一体、ん、わ、
白の入り絵。へえ。ん？あら。へえ、ちょっと霊的な感じ？なんやなんや。のんきのんき。せいねちゃんのんき。あ。不思議なところ、まるで幻のようだわ。めっちゃかわいい。誰？人魚？何よ、驚かせないでよね。それにお姉さん、人の顔を見てため息なんて失礼よ。あ、あれですよね。人魚が歌うローレライ。あなた、まさか。あら、あなたは叫ばないのね。私を捕まえようとしないし。珍しい人、キナイと一緒ね。驚かせてごめんなさい。私はロミア。キナイが来てくれたのかと思って、つい飛び出してしまったの。はあ、びっくり。人魚って本当にいたのね。あと、それはまあ置いといて、キナイって一体誰のこと？キナイはナギムナー村に住む人間の漁師。私はこの入り江で彼を待っているの。私たち結婚の約束をしたんです。結婚？人間と人魚が？そんな話聞いたことないわ。そうね、私も最初はそんな約束叶いこないと思ってた。私たち人魚には掟があるから。陸に上がった人魚は再び海に戻るとき泡となり消える。私たち人魚は海を離れて生きられない。でもそれを知ったキナイはね、私のために海底で暮らすと言ってくれたの。うん。海底王国の女王様も許してくださったわ。海底王国。なんだか夢みたいなお話。素敵ね、ロミア。でも、キナイが来ないの。一緒に海底王国へ行こうって、この入り江で待ち合わせをしたのに。キナイが約束を破るなんて一度もなかった。彼の身に何かあったのかも。そう考えると夜も眠れなくて。あの、失礼を承知でお願いがあります。機内の様子を見てきていただけませんか？私にできることなら何でもします。人魚の住む海底王国か。オーブがありそうですね。ロミア、あなたの頼みを聞いてあげるから、なんとかして私たちを海底王国に連れて行ってくれない？はい、お安い御用です。あなた方の船を人魚に伝わる秘宝で海に潜れるようにして差し上げます。そんなんできんの？海底王国に行けば海底に沈んだオーブの手がかりが得られるかもしれないわ。ロミアの頼みを聞いてあげましょう。オッケー。ありがとうございます。機内の住んでいるナギムナー村は遥か東のおむすび山地の海岸にあります。迷わないよう、あなたの地図に印をつけておきました。どうか機内を見つけ出してくださいね。荒波のように男らしく、潮風のように爽やかで、海のようにおおらかな漁師が機内です。やだ、私ったら。機内には言わないでくださいね。
よし、じゃあほむすび産地の近くまで行かなあかんのかな。はい、なぎむな村。何やったっけ、何て名前でしたっけ、あの探しに行く人。機内、機内でしたっけ。探しに行かないとね。どう塞がってる。あっ、よし行くぞー。おお、なんかかっこいいな。沖縄？ここがナギムナー村ね。ロミアに聞いた話によると、世界一の真珠が取れるって有名だそうよ。うん、素敵素敵。青い海、白い砂浜、きらめく真珠と屈強な海の男たち、めっちゃまさに地上の楽園ね。めっちゃ雲すごい、全然違う。で、なんだか活気がないわね。屈強な海の男たちはどこにも見当たらないし。なんか訳ありみたいだな、この村は。まあいい、厄介事はごめんだ。とりあえず機内とやらを探そうぜ。オッケー、なんかでもあるよね。やっほー、教会にいる機内の母さん。昼間ね、オッケー。今多分夜ですよね。オッケー。とりあえずちょっと散策して、シーサーですよねこれ完全に。本がある。虹色の枝を乗せた船が南国の海で沈んだという風の噂を頼りにこの村へやってきた。ホタテ。あ、これかな。虹色の枝を探してる人っていうのが存在するんですね。あ、誰かいる。寝てはる。よし。特に何もないかな。よし。探索探索。高床。高床式なんとかみたいな。ちょ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 、なんか子供が寝てる。よし、あ、ここにも本がある。やったー。あ、そういえばなんか結構レシピ覚えたんやったな。ちょっと作ってみようかな。ああ、うんうん、
あ、化け物イカが。なんかイカ結構いますよね、あそこの港町みたいなところでも結構イカ、でっかいイカいましたもんね。すごい高い、高い位置にあるな。台風を毎朝なるほど。じゃあ朝になったら売ってくれはんのかな。クラーゴン退治、なるほど。クラーゴンの退治をするのかな今回は。猫ちゃん、にゃ。オッケー、もうちょっと探索して、紙芝居のおばあちゃんの子供、大人だけど子供、あはそういうことね。男たちがみんな出て行ってしまったんですね。なるほど。すごい広いな。結構大変だよね。上にも行けるのか。ちょっと後で行きましょうか。人魚、魂をむさぼり食らう。なるほどな。ヴァンデル・フォン王国の海軍将校に上り詰め、ピンクマスク、ピンク色の残像、その名はアリス。あのアリスちゃんのこと？あのいつも船のちっちゃい船出してくれる人のこと言ってるのかな。あ、この人か。オッケー。あ、飲み屋さんや。無口で何を考えてるかわからん。ちょっと違う。どういうことやろね。あ、ドカン、激しい。よし、朝になったぞ。ちょっと明るくなりましたね。男前やけど別にモテてる感じではないんですね。出た。
わあ、おばあちゃんだ。みんな、紙芝居が始まるぞ。紙芝居。さあみんな、静かによくお聞き。今から話して聞かせるのは、この村に伝わる忌まわしい呪いのお話。この世で最も美しく最も恐ろしい生き物の物語じゃ。昔々この村に大変腕のいい漁師がおりました。漁師は村の誰より真珠をたくさん取りました。村長さんは漁師を痛く気に入って、自慢の一人娘と婚約させました。娘は漁師が大好きだったのです。村長さんはこれで一安心。漁師と自慢の娘が村を豊かにしてくれる、そう信じておりました。しかし突然、平和な日々は消え去りました。悪魔のような大嵐が漁師を襲い、真珠と共に海に放り出されてしまったのです。漁師は真っ暗な海に沈んでいきます。光る真珠が蛍のように見えました。漁師が死を覚悟したその時です。漁師の前に現れたのは、それはそれは美しい人魚でした。人魚は漁師の耳元でこう言いました。生きたいならば魂をくれ。それから何日が過ぎたでしょう。村人は漁師がもう死んだものと小さなお葬式を出してやりました。その時、驚くべきことが起こりました。死んだと思われていた漁師がひょっこり帰ってきたのです。いいなずけは大層喜んで漁師を看病してあげました。しかし漁師はまるで別人のようでした。日がない一日、ぼーっと海を眺めて、俺は人魚と結婚するんだと言うばかり。ついには許嫁を捨てて海に出るぞと暴れるようになる始末。子供に聞かせる話じゃないよね。村長さんはカンカンに怒りました。村長さんは漁師を引っ捕らえると、二度と海に出られないよう船を燃やしてしまいました。こうして人魚に魂を食われた漁師は、暗く寂しい志々島ヶ浜に閉じ込められてしまったのです。終わり？さあ、今日はここまで。続きがあるよね。続きはまた今度じゃ。めちゃ人魚怖え。逃げろおや、旅人さんですかい？こんな老いぼれに何かご用ですかな。おばあちゃん、私たち漁師の機内を探しているの。この村にいるって聞いたんだけど。
おやまあ、珍しいことじゃ。あんた方はあの子のお友達かい？機内は私の息子だよ。あの子なら今頃西の海ですじゃ。この村を襲った化け物イカ退治に村の男衆と船を出しております。あんた方機内に用があるのなら化け物イカを倒す手伝いをしてくだされ。奴が沈まれば村の男衆も戻るじゃろ。しかし気をつけるのじゃぞ旅人さん。海で最も恐れるべきものは人々を惑わす人魚ですからの。なるほどね。よし行きましょうか。ちょっとなんか意味深な感じでしたね。機内も心奪われちゃって、あれ、あ、これはちゃんとした子やね。はい。あの、何も反応、触れないよっち族のことを知りたいな。教えてほしい。西の海ね。オッケー。よし、西の海行きます。あ、これのこと？いた。あれがクラーゴンを倒しに来た船団ね。乗組員の中に機内がいるはずだわ。ねえあなたたち、そっちに機内って人いる？のんきのんき、来るな来るな言ってたのに。あら、あの人たちなんか言ってるわ。遠くてよく見えないけど、うずら？上だ。船落ちてきた。行くかと思ったの。出た。前にもね、あった人で、あったイカ。おい、嘘だろ。プギシャー来ましたね。早速やるわよ。よし、ガンガン行こうぜ。右足左足ってあんねや。足からやった方がいいんかな。はっ、せっ、あ、左足でカバーはんねんな。おお、レギュラーですわ。あ、オッケーオッケー、左足どっか行った。助かったぜ。はあ、宿で泊まってきてる方回復してない。いけるかな、大丈夫か。
おお、強い強い。はあ、いけるかな。やっ、様子が上がってる。メロニカお姉様、ありがとう。こいつで、どれ。気悪かった。サイクロン斬り、ブリザード、どっちの方がいいやろう。これでいこう。73か、あんまりやな。おおおおおお、大丈夫ですか。助かったぜ。切り刻め。あれ、あー眠っちゃった。せーの、それ。自己再生とかあんの？起こしてあげた方がいいかな。ちょちょちょ、目覚めの花。はっ、どら、いけない。当たって、ダメだ。あ、神が持ってたよね。ドラゴン行きたいけどな。はっ、せっ、変わってる。ちょっとちゃう？オッケー、やったね。6000ポイント、でかい。4000ゴールド、イエーイ。プップギシャー、やったね。体でかくないこの。この人めっちゃ体でかくない。グッバイよ、暴れん坊さん。オッケー。いいや、どこの誰かわからんが助かった。海に落ちた村の衆もみんな無事さ。あんたらのおかげさ。ありがとうね。完全沖縄な感じ。じゃあなんだかね、今夜は村で化け物イカの討伐祝賀会をするさ。ぜひ参加してほしいんさ。村の女たちが運命ごちそうをたーっとこさえて待ってるさ。さあさあ、一緒に村へ帰るさ。オッケー。よし、はい。イカゲソシンドローム。ねえ、
機内を探すのでしょ。私も手伝うわ。あら、ベロニカじゃない。そんなところで何してるの？宴会の席に子供はいちゃダメだって職場に入れてくれないのよ。どいつもこいつも頭が固いんだから。二人とも機内を探すんでしょ。私暇してるの。一緒に行くわ。オッケー。あの人か、顔隠してる。うん、顔が。すまないが全く身に覚えがない話だ。他を当たってくれ。え、しらばっくれるんじゃないわよ。ナギムナー村の機内って言えばあんたしかいないじゃん。まさか今さら人魚との結婚が嫌になったとか言う気じゃないでしょうね。おい、お嬢ちゃん、この村では人魚人魚と気安く言わん方がいい。あんたらが探している機内ってのは俺の祖父機内ユキのことだ。あんたらは人魚の呪いを知ってるか。はい。その話ならあんたのお母さんに聞いたわ。でもあんな作り話今は関係ないでしょ。ロミアはあんたを待ってるの。その作り話に出てくる村一番の漁師が俺の祖父機内ユキのことだと言ったら。え、あの話はな、50年ほど前にこの村で実際に起きたことだ。教えてやる。あの話の続きを。ユイキさん、やっぱり行こうやな。漁師が村を追われて10年も経った頃だ。祖父の言い名付けだった女ダナトラは別の男と結婚し子供を授かった。人魚の呪いも祖父のことも人々の記憶から薄れていった。そんなある日のことだ。村の漁船が大嵐に巻き込まれた。祖父の時と同じ、いやそれ以上のひどい嵐だったと聞く。その大嵐でたまたま船に乗り合わせていた村長とダナトラの夫が死んだんだ。それから後を追うようにダナトラとその子供も行方不明になった。村人たちは噂した。機内ユキを手に入れられなかった人魚の呪いに違いないと。村人たちは機内を問いただそうと手に手に松明を取り志島ヶ浜の小屋に押しかけた。その時彼らが見たのは信じられない光景だった。一人でいるはずの祖父がずぶ濡れの赤ん坊を抱えてぼーっと立っていたらしい。村人たちはその赤ん坊を人魚の子だと恐れ一層祖父を避けて暮らすようになったというわけだ。へえ。じゃああんたのお母さん人魚の子なの？それならあんたも人魚の。バカを言うな。俺の母は人間だ。海辺に捨てられていた赤ん坊を祖父が引き取って育てたんだ。人魚の子などとバカらしい。村の奴らが好き勝手に噂しているだけだ。ほう。いい機会だ。人魚が祖父を待っているというのならそいつに渡してほしいものがある。もうそんだけの月日が流れてるね。村の反対側にある志島ヶ浜に来てくれ。教会の裏の扉を通ればすぐに着く。はあ、扉の鍵は開けておくからな。まだ生きてるんかなおじいちゃん。ヒューヒュー、話が進んできましたね。行くぜー。ん？
あ、セイニャか。一体何をしてんのこれは。お話待ち痛くない。あ、治療してあげてはんのか。セイニャ天使やね。村の墓地。レバニラがお好きですか。オッケー、行きます。シジマガハマ、お墓がいっぱい、いろんな形あるね。ここに閉じ込めてたって割と怖い話ですよね。何もない。よし。このベールは俺の祖父が残したものだ。母が言うには祖父が死のとこで握りしめていたものらしい。俺はどうしても捨てられなかった。 あんたの話が本当ならその人魚に渡して機内ユキは死んだと伝えてくれ。もう死んじゃったのか。約束のベール、悲しいね。さっきは取り乱してすまなかった。俺たち家族がこの村で暮らしていくのは楽なことじゃない、うん、俺の母は祖父が死んでからやっと村の男と結婚できた。後ろ指さすやつもいたろうに、今じゃそれをネタに紙芝居なんて読んで小遣い稼ぎをしてるんだ。強い人だろ。ああ、そっかそっか、本人が言ってるわけやもんね。俺は人魚が憎い。俺の子孫にはもう人魚の呪いで蔑まれるような人生を送ってほしくはない、うん、ようやく俺も船に乗れるようになったんだ。悪いがこれ以上過去の呪いを蒸し返さないでくれ。そっか。あ、閉められちゃった。もう機内ユキはもういないんですね。よし、じゃあ戻りましょうか。あ、いたいた。夜の海をひたすら絵に描いていた。あー、なるほどね。一緒に行こうよ。よし、じゃあロミエのとこに戻りましょう。よし、よし、来たよ。ずっと待ってたやな。時の感覚が人間と違うんかな。かわいそうやけど。だよ。いいえ。
そっかそっか、合うんやね。オッケー、行きましょう。どこいしょ。言わへんねや。よし、行くぞ行くぞ。行き来が結構大変ですね。こんなところに連れてきて一体何だってんだ。あ、機内、機内なの。ああ、俺が機内だが。そんな、人魚、本物なのか。あなた、機内じゃないわ。あんたが探してるのは、俺の祖父だ。あの人は、もういない。ここで、死んだ。あら、機内はこんな寂しいところで辛いな。一人ぼっちで死んでいった。人魚は500年の時を生きる。人間の一生は私たち人魚にとって一瞬であることを忘れていたわ。あれからそんなにも時が過ぎていたのね。かわいそうに。最後まで私のわがままに付き合ってくださって本当にありがとう。お礼の品は白の入り江に置いてきました。直接渡せなくてごめんなさいね。私もう行くわ。あらあら、かわいそうに。あら、このキャラクターの見た目の中で一番可愛いですよね、この人形。あ、え、あ、それしたら、それしちゃったら海に戻るときに泡となり消えちゃうんですよ。待っていたわ。ああ、だからお礼の品直接渡せへんって言われたんや。あ、これでは同じなのね。機内と同じ手をしているのね。陸に上がった人魚は泡となり消える。それが人魚の掟。最後に機内と会えてよかった。もし私が人間だったなら機内と共に生きられたのかしら。さようなら。あ、消えちゃった。マジか。あの姿、どこかで見たことがある。あれは確か祖父の小屋に。
絵描いてたって言ってはったもんな。泡となるのを止めてはくれない誰も。でもまあしゃあないね、それが本人の意思やから。ねえ、なんやって言うんや。ちょっとその前に探索。よいしょ、ブラックパール。おお、超そっくりじゃん。あ、髪の毛が短い。あ、これは手紙？祖父の手紙だ。愛する人へ。君に助けられたあの嵐の日から、君を迎えに行くことだけを支えに生きてきた。それももう終わりにしようと思う。すまない、俺は約束を守れそうにない。あれは俺が村を追われて数年後のことだ。ひどい大嵐でたくさんの人が死んだ。村長とダナトラの夫も犠牲になった。その数日後、シジマヶ浜の崖の上に赤ん坊を抱いて立っている女がいたんだ。その女はかつての許嫁ダナトラだった。ダナトラは生きる希望を失っていた。大きな悲しみを抱えた彼女に俺の声は届かなかった。彼女は俺の目の前で海に飛び込んだんだ。もう悲しい話しかないやん。俺は二人とも助けようとした。だが救えたのは赤ん坊だけだ。来ない？体は本当にもういいのね。ああ、ロミアのおかげだ。もうすっかり元気だよ。ん？うっかー。キナイ、私はいつまでもここであなたを待ってるわ。この子には俺が必要だ。あらあら、すまないロミア。俺はあらあら、俺だけ幸せになるなんてできない。人魚の呪いの言い伝えは、俺のように愚かな人間が二度と出ることのないよう戒めとして村に残した。君の仲間を貶めるような皆の言葉を許してほしい。君はまだあの入り江で俺を待っているのだろうか。俺はもう君を迎えに行く資格がない。だがこれだけは信じてほしい。君を愛している。
今までの無礼を許してくれ。ロミアに会わせてくれてありがとう。今ならじいさんの気持ちがわかる。恋をしてしまいそうだった。辛い。ひたすらに辛い話ですね。誰も報われない話でしたね。辛いけど移動します。辛いなあ。ロミアももう消えちゃったし、海の底に連れてってくれるっていうのはお礼のことかな。はあ、だから僕置いてあるわ。かわいそうに。なんとじゃないよ。全然そんな気分じゃないよ。あ、機内の次に優しい人。ソルチャ運河を抜け、内海の中心にそびえる光の柱。なるほど。私はだからもう陸でね、生きてるっていうことにしてってことよね。はあ、辛い。